昭和3年、1803年、茨城県の沖合に漂着した謎の物体。それは、鉄やガラスによって作られ、丸みを帯びた形状をしている。突如起こった非日常的な出来事に、近くの漁民たちが浜辺に集合する。ガラス窓から中を覗いてみると、そこには、赤い髪を持つ異国風の女性の姿が。そこで、漁民たちは、この女性への対応策を練るわけだが、このことを官府に伝えれば、何かと、面倒も費用もかかることになる。それは困るということで、漁民たちは、結局、謎の物体を、女性ごと海に返してしまった。上記が動画で紹介されている、虚州、うつろ舟伝説のあらまし。曲亭馬琴が、この話を著書で取り上げたことから、広く知られることになり、近代でも、渋沢哲彦や柳田国男も、著作で取り上げているようです。200年以上も前あった日本の UFO 伝説。外国人の反応は、さて、